大家は育成ゲーム感覚で自らを成長させていた。コナミデジタルエンタテインメントは16日、コナミ野球ゲームアンバサダーにドジャース大谷翔平投手29が就任したと発表。大家は自分の育成ゲームみたいな感覚とインタビューに回答。唯一無二の東谷二刀流はゲーム、実況パワフルプロ野球、通称パワープロのサクセスモードのように、 どぐんとの大型契約のサクセス・成功として10年間の二刀流継続とワールドシリーズ制覇を誓った大家の一問一答今年30歳を迎えるが30年間で一番思い出は一番というとその場面によって違いますかね去年の WBC も印象に残っていますしプロ野球に入った時も印象に残っていますし もっと言えば、初めて野球をやった日ももちろんすごい印象に残っているので、そこは絞りきれない。その時によって変わってくるかなと思います。マイナス20歳の時にイメージしていた30歳になる自身を自己採点するとしたら何点をつけるか、点数はわからないですけど、もうちょっと大人かなとは思っていましたね。笑い。自分が10代の時に思い描いていた25歳とか、30歳って。 もっと大人なんだろうなと思っていました。案外僕だけがそうなのかもしれないんですけど、子供のまま来てるなという感じはしますね。もっと落ち着いた男性のイメージでしたけど、全く真逆の方向に来てるなと思います。今年から新天地でプレーする抱負、まず一番は環境になれることだと思います。入団はしましたが、まだ本当の意味でチームメイトになれたわけではないと思うので、 結果も含めて、まずはコミュニケーションをとりながら、チームメートとの信頼関係を築いていけたらなと思っています。マイナス30歳を迎える今シーズンの目標は、もちろんワールドシリーズで勝つということは、野球人生で目標の一つにしているので、そこが一番の目標ですし、今年は今のところ投げることができないので、打席の中で貢献できるよう頑張りたいと思います。